はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビッシュです。では今回は信長の野望天下創生続きをプレイしていきましょう。ですね、まあ、ざっと今日本地図見ていただいてると思うんですけど、まあ、信長の勢力かなり大きくなってきていて、まあ、1、2を争う勢力になりつつあるかなというところなんですが、どうも皆さんからのコメントとか、まあ、拝見させていただく限り、九州の大友が大変なことになるということだったので、もう先にね、西へ西へと進んでいこうかなというふうに思っています。なので、今回はですね、まあとはいえやっぱり朝倉は潰しておきたいので、まずは北の朝倉、ここですね、この北の朝倉へ進んで、その後中国地方へ進出、三好の残党狩り、さらには浦上家毛利という形で、攻略の方を進めていきたいなというふうに思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。まずはですね、軍事行動を起こす前に人事確認しておきましょう。基本的にはみんな忠誠は高い状態かな。あとはやっぱり商人、これが出てきてくれるとね、すごく助かるんですけど、まあ、ちょっと残念ながらまだそこまでは至っていないかなというところですね。あとは本拠地を今安土にしてるのをこの後動かすかどうかというところかな。まあ、金が2万かかるっていうのがあるので、まずは朝倉攻め、ここから始めていきましょう。でどこを最初に攻めるかなんですが、竹部山、あるいは金ヶ崎、もしくは一条谷というところですね。そうなると一挙に一条谷に攻めたいけど、一条谷への進行ルートがないんで、まあ、そうなるとどうしても竹部山、金ヶ崎、一条谷と順を追っていかなきゃいけないんだよね。これはこれでなかなか面倒だな。とはいえ道がそれしかないので、その道をたどっていきましょう。じゃあ今回はまずは忍者などなどを潜入させるところから始めていきましょうか。アシナ、佐竹、北条、ここ本当に三つどもえの戦いになってますね。でここで、信長の嫡男信忠が元服、まあ、信忠はね、皆さんご存知の通り本能寺の変で、一緒に信長と撃たれてしまいますね。ここはまあプチイベントだと思うので見ていきましょう。大友軍がこれ以上でかくなるのは避けたいんでね、やっぱり。あとは引き抜きがハマるやつがいるかどうかだな。まあいないよね。あとあの秀春、この辺りを引き抜けるんだったら引き抜けるかなという気もしますけどね。あと破壊工作をしておきますか。しっかりさ、破壊ぐらいしてもらわないと。
まあ、ここは家康に援軍を出して一旦は武田勢を撤退に追い込んでおきましょう。ちょっと武将の数もね足りないんで、雇えるときには武将をできるだけ雇っていきます。脇坂だと難しいという信忠だと、信忠でも難しいかとなると、信長が行くとどう、信長が行っても無理なの。いやそんなにきついか。向井正綱、武田家臣父正成が徳川軍の攻撃を受けて戦死、家督を相続、主家滅亡後は徳川軍に仕えて、お船奉行となり徳川水軍の中核として活躍したと。欲しいなこの武将。久秀出してもダメ。まあ、ちょっと一回使っちゃうのはもったいないので、ここは一旦諦めますか。とにかく破壊工作入れておきたいんで。バリバリガシガシ破壊していってもらいたいからね。いやー武田君来るね。これは家康がやられちゃうかもしれないな。家康を救うというのもちょっと考えておかなきゃいけないかもしれないですね。向井正綱だけかまだ。しょうがないね。では今回は軍事行動に移りましょう。武部山、まあ部隊の数は多くはないので、敵のねこの数で攻め寄せれば叩けるかな。騎馬隊が欲しいよな。騎馬隊が、左近のところに騎馬隊いないかな。100しかいないか。100だとちょっと話にならないね。一刻も早く商人がね来てくれるとありがたいんですけど、馬がそれなりに揃ってるところから馬を調達しよう。左近は室町御所にいるんで、室町御所に馬を集めよう。で左近にはちょっと馬を飼ってもらうという動きで、まあなんとか騎馬隊を1個は編成したいな。追い打ちをかけるときにはどうしても騎馬がいる方がね有利に戦いが進められるという一面があるので、今回の陣容はご覧の陣容でいきます。信長、半兵衛、さらに数正、鈴木に蒲生、ガモンはどうだ。氏里はちょっとやりたいにしよう。バランスをとって、で、これによって鉄砲隊4、長槍隊3、騎馬1の編成になります。さあ朝倉義景自ら陣頭に立ち、その数12,000。まずはじゃあ敵をおびき寄せる前にちょっと確認しておきたいのが敵の城の作りですね。城門は1
だね。ということはまずは破壊行動に入りましょう。で、敵が出てきたところをかっこに撃破だな。さあ、そしたら一度陣の近くまで引きましょう。で、松永久秀だけは、ああでも久秀の動きに追従してくるね。そうなるとちょっとおびき寄せる久秀で、いや違う違う、左近でおびき寄せておいて敵を一網打尽にしましょう。で、足軽を前に出して、足軽というか、さあ打ち漏らすなよ。一体たりとも打ち漏らさずに徹底的に追って追って追い散らそう。攻撃、結構逃がしちゃったかな。1体だけ撃破できたのは、もう2、3撃破しときたかったけど。ちょっと今回だと戦いが決着しないかもしれないですね。敵の士気もまだ高いですし、秀吉が士気が少し下がっているな。半兵衛もちょっと下がってるんで、ここを回復させちゃいましょう。で、回復した後再び、破壊行動に入って敵の挑発。まあさすがにね、焼き討ちを食らってれば見過ごしはできないでしょう。今度こそ敵をおびき寄せて一網打尽にしたい。ダメだな、敵も逃げ足が早いね、本当に。これがやっとか。なかなか思うように敵部隊を削れないね。
鬼舞台壊滅いたしました。氏里が若干へばりつつあるかな。歌舞伎門の破壊が進まないというのも、敵が入っている分どうしてもそうなっちゃうかな。一度氏里を下げましょう。このままだと氏里がすり減るんで、そしたらこのまま櫓も占拠しましょう。いやー、櫓も硬いね。まあ十分な戦果を上げたかと言われるとちょっと微妙だけど、しょうがないね。引き抜ける武将もあまりいないからな。まあ旗の、まあちょっと厳しいよねやっぱり。となるとこんなところで無駄なことはしたくないんで、どうしようかな。やることがないというわけじゃないけど、まあ投資ぐらいしかすぐに実行できることないからな。まあ家康がどう出てくるかはちょっと見極めどころですね。さて、では再び間髪入れずに竹部山に兵を進めましょう。氏里はなのでやっぱり長槍だな。お、氏里がそもそもきつい。砲術もないからな。そうなると氏里自体を解体して、横山を投入する。
違うな、この辺りで焼き打ちをしてもっと敵をおびき寄せよう。で敵を一網打尽にすると、野戦で徹底的に敵を叩く。逃がすなよ。よし、そしたらちょっと待ってね。門の攻撃隊と敵の部隊攻撃に軍勢を分けましょう。ちょっとここは一回鼓舞使うしかないな。信長が下手ってるんで。矢倉にね、部隊が入ると厄介だからな。まあ、早めに潰しちゃいましょう。ではさらに先へと進めましょう。軍を信長は三段打ち。よし、敵が出てるな。まずは竹部山、これを取れそうですね。
ああ解放しちゃった。徒用からの処刑だよ。そしたら早速竹部山に武将を入れよう。ただ入れられる武将も多くないからな。まああまり接していないところ、敵が強力な敵が眼前にいないところっていうのがね、どうしても条件にはなってきちゃいますよね。武将の数を減らせるところというと、では間髪入れずに攻略隊を送りましょう。ここぞとばかりにね。よし、ここは力攻めができるな。数が少ない、敵の数が少ない。まずはしっかりおびき寄せよう。場外には打って出てこないね。こんだけ打ち壊してても。しょうがないな。じゃあ歌舞伎門壊しにかかる。で、左近だけはちょっと下げときましょう。まあ通常敵の城を攻めるときは3倍ぐらいのね兵力が必要だとも言われてますけど、で敵が撃って出てきましたね。なので左近をちょっと下げておびき寄せよう。敵の数は少ないに越したことはないので、場外で叩けるんだったら叩ける分だけ叩きたい。で、鈴木が若干ダメージ受けてるんで、ここは一旦引きましょう。敵がちょっときついな。戻れないか。朝日でもちょっと減ってるから、コボを一回使っちゃうか。
任せくだされ。放て。お任せくだされ。放て。打ち負け。よし、本丸をこじ開けたんで、もうここは力攻めでいいでしょう。一気に蹴りをつける。まあ、今回一気に朝倉を追い落とす絶好のチャンスですね。さ、ただいよいよ武将が不足してきたな。信長のところから誰か出せる。信忠は出せるね。あと氏里は残しときたいな。本当に武将の数がね、不足してきてますね今。ではそろそろというところになると思うんですけど、その前に委任だけしとこう。信忠にしっかり両国の統治を任せて、そして朝倉攻めですね。朝倉攻めの総掛かりというところで、まずは確実にやっておきたい内容は、雇用できる人がいるか。いるね。小島。ここがね、なかなかどうして難しいところですよね。で、次、敵のね、朝倉の攻略が、目処が立ちつつあるので、次、三好の残党、さらには浦上、この辺りの攻略のために、忍者隊を送り込みたいんだけど、ちょっと厳しいか、みんな。信長はね、三色水忍ということで、本能寺の変、一説によると、まあ、どれに、まあ、つくかという回答をしようとしていたという説もありますからね。今回はどうしようかな。まずは朝倉だよね。朝倉。で、家康が全くもって動いてこないな。ちょっと時間が長くなってきてますが、このまま進めます。さて、どのような地位を望むか。関白か、新しい何か。
光秀に話しかけるっていうのがちょっと怖いな。覇王。信長は書状を見て一つうなずくと家臣たちが見えるようにそれを掲げてみせた。覇王。さて、覇王信長が誕生したんですけど、周りはまだまだ敵だらけというところなので、まあそれらをね、駆逐していきます。小島の豊洋も無理と言われちゃうか。そしたら、今回は、もう最初にお話してた通り、まずは目標としていた、朝倉の攻略、これを完遂しましょう。ちょっと舞台が微妙な感じにはなってきてるけどね。まあ、信長、左近、一正、この辺りは文句なし。で、横山もね、問題なし。元信も大丈夫かな。他がちょっと微妙だけど、織秀政、能力的にはどう？統率58か。まあ、ここは一気に、とはいえ潰しちゃいたいので、一条谷、攻略しましょう。敵の数も少ないね。撃って出てくる気配もないだろう、おそらくこの数だと。さすがにただ門も課題ね。さすがは一条谷というところかな。門が硬い硬い。攻勢候補で矢倉を潰して先へ先へと軍を進めていきましょう。も始末はつきそうですね。よし、秀政が落としたね。まあ、堀秀政も確か信長の小召集だったはずだと思うんですけど、ちょっと間違ってたらね、皆さんからいろいろ指摘をいただければと思うんですけど。で、門も赤い積みだね。
さあ名門朝倉、これを撃破できそうかな。結局大将朝倉義景、この3つの城連続で落としましたけど、その籠城戦には出てきませんでしたね。斉藤も朝倉に入っていたのか。一式なんとか登用しておきたいけどな。数は本当に欲しいので、お朝倉義景、死んでもらおう。いやいや、なんとかね、今回目標としていた朝倉攻略なりましたね。というわけで、時間も長くなりましたので、今回はここまでにさせていただいて、次回この続きまたプレイをしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。